雨にも負けず、雨にも負けず、雨にも負けずは、宮沢賢治の没後に発見された遺作のメモである。一般には、主として授与されている。広く知られており、賢治の代表作の一つともされるものである。雨にも負けず、風にも負けずより始まり、サウイフものに、私離りたいで終わる漢字混じりのカタカナ書きである。追句のような表現が、 前編にわたって用いられ、最後のセンテンスになるまで守護、私が明かされない。東北採石工場の食卓を務めていた賢治が、壁材のセールスに上京して再び病に倒れ、花巻の実家に戻って闘病中だった1931年秋に、使用していた黒い手帳に鉛筆で記されていたものである。冒頭部のページ上部に青鉛筆で、 11.3の書き込みがあることから、同年11月3日に執筆したと推定されている。全166ページの手帳は、全体として、自生と、その当時の賢治の願望が綴られた内容となっており、本作は51ページ目から59ページ目にかけて書かれている。この手帳は今日、研究者からは、雨にも負けず手帳と呼ばれる。 賢治の生前には手帳自体の存在が家族にすら知られておらず、本作も未発表のままであった。この手帳が発見されたのは、賢治が亡くなった翌1934年2月16日に東京・新宿で開催された宮沢賢治友の会の席上である。この会合には、招かれた賢治の弟、宮沢清六が賢治の遺品である大きな川トランク。 上記の壁材セールスの際にも使用したを持参していた。席上、参加者の誰かがこの革トランクのポケットから手帳を取り出したの参加者にも回覧された。その模様を同席していた詩人の長瀬清子が後に、この手帳がこの夜のみんなの目に初めて触れたことについては、疑いがないように私は思うと書き記している。手帳の横にある鉛筆を入れる筒部分には、 ほっけ行への経えを歌った短歌が書かれたメモが細く丸めて入れられていた。没後1年を記念した1934年9月21日付の岩手日報勇敢の学芸大85週宮沢賢治施生いて1年に遺作最後のノートからと題して掲載。続いて1936年7月日本小国民文庫の人類の進歩に尽くした人々。 山本優三編に収録された。この間、1934年から1935年にかけて最初の宮沢賢治全集、文歩堂が刊行されているが、こちらには本作は掲載されていない。1936年11月には、花巻に本作を刻んだ詩碑、口実が混流され、1939年刊行の児童向け作品集、 風のまたサブロ羽田書店への収録などによって広く、世に知られるようになる。手帳は、2007年7月同年10月に賢治の、描いた絵画などと共に、国内各所で公開された。手帳の公開は1995年と1996年の、公開から12年ぶりとなる。2011年4月11日、ワシントンのナショナル大聖堂において、 東日本大震災の犠牲者を悼むための宗派を超えた追悼式が開かれ、サミュエル・ロイド・ e イを大聖堂長により、本作が英語で朗読されていい。太平洋戦争前から戦中にかけて、賢治の研究、紹介を行った哲学者の谷川哲三は、主として、テーマ的な側面から本作を高く評価し、賢治に対する偉人的評価の象徴として、 本作を捉える流れを先した。これに対して、戦後、賢治の置かれた社会的立場と文学性を踏まえた、評論を行った詩人の中村みのるは本作について、ふと書き落とした過失のように思われると評し、否定的な立場を表明する。1963年、谷川が雑誌、世界に寄稿した、我はこれ到達るものの中で、中村の論考を批判、中村も、 文芸に反論、再び雨にも負けずについてを掲載したことから、世間ではこれを雨にも負けず論争と称した。それぞれの内容は同年刊行された両者の単行本、谷川は宮沢賢治の世界、法政大学出版局、中村は1955年版の増補改定となる、定本、宮沢治、出用者にも収録された。この論争は、 ケンジの作品の需要において、どの点を重視するかという差に期するものであり、研究史の上では、個々の著作自体の意義とは別に積極的ない義物、ものではなかった。中村は2012年に刊行した回想録で、不毛な論争だったと述べている。最初の発表時から、ひでりの時花見だ流しとされている箇所は、手帳の原文では、ひどりのと書かれている。これは、 生六はじめ、歴代の全集編集者が語気とみなして肯定して、着物であるが、1980年代後半に、花巻農学校での賢治の教え子の一人が、農家にとって日常は喜ぶべきものであり、日取りは、日やと仕事の、日取りを意味するもので、日やと仕事をせざるをないような、厳しい暮らしの時と原文通りに読むべきであるとの説を提起した。これに対しては、後本、 宮沢賢治全集の編集者で、総合調査を行った詩人の入沢康夫が、以下のような皇帝の根拠を提示した。研究者の間では、この説明に沿って、ひでり、ひでりへの皇帝が、ほぼ定着しているが、愛好者のレベルでは、ひどりと読むべきだという人が存在している。それらの中には、ひどりとは異なる根拠で皇帝を不要とする以下のような、見解がある。 米飯が少なくなってきた現代日本人にとって死亡は多すぎると思われることが多い。しかし、戦前までの日本の労働者は、わずかな副食物で大量の米飯を摂取する食習慣であった。一例として、1873年の徴兵令では、白米陸号を食わせることになっていて、滑気の大量発生から改められた。 当時の日本陸軍の食事規定では1回の食事に、月主食として3食とも、爆飯2合、副食として朝食は汁物、味噌汁、すまし汁などと、漬物、昼食及び夕食は、肉や魚を含んだ少量のおかず1品、献立例を挙げると、アジフライ1枚に、塩ゆでキャベツと漬物である。太平洋戦争終戦直後の1947年、 昭和22年の文部省の国定教科書に当作品が掲載されている。日本の食料事情から贅沢と思われるという理由から GHQ の統制下にあった民間情報教育局の係官は一度掲載を却下したものの、その後、玄米四号を玄米三号に変更することを条件として許可したとされている。国定教科書は、県人の遺族の了解をもって、 石森信夫の編集によって3号に変更された。信夫は、賢治の作品を改ざんするのは忍びなかったが、係官は、当時の食糧事情を持ち出してきたことから、同意するに至った。いぶせまはじは1965年に発表した、連載小説、黒い雨の中で、戦時中の出来事という設定で国家が、国定教科書を作る際に、当作品における、 玄米四号を三号に書き換えたエピソードを含めて国家がそんな改ざんをすればいずれ子供たちは国の発言を信用しなくなると批判する女性とそのような流言肥行は罪であると咎めるその筋の人を登場させている東に病気の子供あれば行って看病してやり西に疲れた母あれば行ってその稲の束を不費のように老を糸わず手助けをし みんなにデクの坊と呼ばれ、褒められもせず、国されずとあるのは、ホッケ行の常不敬菩薩の精神を表していると指摘されている。なお、地区の最後の箇所である五十九ページ目、褒められもせずから末尾までは、手帳の見開き右のページとなっており、同じ見開きの左のページ、六十ページ目に、南無辺行菩薩、南無上行悟り、南無多方に来、南無妙法蓮華行、 ナムおくるみ、ナム上行菩薩、ナム安立行菩薩という題目が記されている。中央のナム妙法蓮華行の行は他の行よりやや自流が大きくなっている。ケンジの死去から3年後の1936年11月21日に、ケンジが独居自炊した花巻市内の別宅ラス知人協会跡に本作の死費が混流された。の作品としては、 最初の文学碑である。冒頭部分ではなく、野原の松の以下の後半部分が刻まれている。記号は、生前より賢治を評価していた、河村幸太郎が当たった。ただし脱老があることが後に判明し、戦時中から花巻に移住していた、河村自身の手で1946年に、追告されている。死費の下には、文歩道版の全集や賢治の遺骨の一部も収められている。 このうち遺骨については、当時、賢治の独立した墓碑がなく、現在の墓碑ができたのは、宮沢家が改修した1951年、その代わりという意味合いもあった。現在、花巻市で、賢治史妃というとこの石踏みを指し、バス停留所の名前にもなっている。1946年以降、毎年、賢治の命日である9月21日の夜に、石踏み前で、 剣士祭が行われている。なお、この詩費以外にも本作を刻んだ文学費は全国に複数存在している。1958年に東宝が制作、上映した剣士の電気映画にタイトルとして用いられた。詳細は宮沢賢治映像作品を参照。本作品に曲をつけて歌とする試みも行われている。 著名な音楽家によるものをあげる。のれんや手ぬぐいなどの土産物に印刷されたり、方言をはじめとする数多くの解作やパロディが作られている。ケ治の大老いが主催する出版社、林風社では、ケ治の研究資料の一つとして、手帳のレプリカを制作し、宮沢賢治記念館などで販売している。これは、本作がケ治の筆跡でそのまま印刷されているほか、 鉛筆入れの単価も再現されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。